ニムとはドイツのカードゲーム。作者はボルフガング・クラマーとクラウス・パレシュ。1994年にアミー5社から販売され、日本ではメビウス・ゲームズ社から販売されている。プレイ人数は2から10人。現代はドイツ語で6枚取れの意味。カードは1から104の数字が書かれており、それらには牛の頭の図柄が描かれている。目的は カードをなるべく取らないことであり、牛の頭の数がマイナス点となる。ゲーム開始時、手札として10枚ずつ配られる。場には4枚のカードが並べられる。ゲーム中、場にはカードの列が4列並べられることになり、最初の4枚が4列のカードのそれぞれ1枚目となる。残りのカードは使わない。プレイに手違いはない。全員、主札から1枚選び伏せて、 場に出し、同時に開く。出したカードは、場の4列のいずれかに並べる。並べ方は、以下のルールに従う。全員が出したカードの数の少ないものから並べる位置を、決める。並べる位置は、そのカードの数字より小さいもののうちで最大のもの。例えば、最初の場のカードがとなっており、場23,27,55,99が出された場合は、となる。そして、 列の6枚目に当たるカードを出した場合は、その1枚を残し、5枚を引き取ることになる。また、そもそも場のいずれの数字よりも小さい数字を出した場合は、いずれかの列をすべて引き取り、1枚を置く。使ったカードは主冊に戻ることはなく、引き取ったカードは、主冊とは別に置いておく。手札を使い切った時点で、ゲーム終了。マイナス点の少ない人が勝ち。 楽に置けると思った列が先に割り込まれて引き取る羽目になったり逆に引き取ることを覚悟して出したカードが生き残ったり一回一回が盛り上がる。プレイ時間も短く手頃で人気のあるカードゲームである。プレイ人数に幅があるためそれいかがによって戦略が変化することも特徴である。少人数のための上級ルールとして1から使用枚数分だけの数字を使うルールがある。 ゲーム後半は手札の読み合いはある程度可能でシビアな展開となる。ありがとうございます。